こんにちは、シスタゴールドです。今回はアクアバというダンスムーブを一緒に踊っていきたいと思います。このアクアバはガーナで話されている中語でようこそっていう意味になります。なので皆さんぜひようこそっていう気持ちを込めて踊ってみてください。それでは早速踊っていきましょう。レッツゴー。はい、では下半身から説明していきます。下半身は足踏みをしていきます。トン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 。はい、これだけです。で、足踏みをするコツなんですけど、こう上に足を上げるのではなく下に踏み込むような感じで足を動かしていきます。足踏みをしていない方の伸びてる方にちょっと体重をかけるとうまく下に踏み込みやすいです。ちょっと横向きでやるとこんな感じです。はい、では次に上半身をやっていきます。上半身は手が中心になってきます。まず前習いをして、そこから肘を少し脇に寄せた位置、この形を作ります。で、この形の状態で腕を下にチョップしていきます。トン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 、こう野菜を切るような感じで下にチョップしていきます。で、この動きをフォーカウントします。ワン、ツー、スリー、フォーしたら、次残りの4カウントは腕を右でも左でもどっちでもいいんですけど上にこういう感じで上げます。もう一回いきますね。最初の4カウントはチョップ、ワン、ツー、スリー、フォー、下残りの4カウントは手が上、ファイブ、シックス、セブン、エイト。じゃあ腕の動きだけ繰り返し練習してみましょう。いきますよ。ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ツー、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト。こんな感じです。じゃあ最後に下半身と上半身の動きを合わせていきたいと思います。まず足の動きしていきます。足踏みいきましょう。せーの、トントントン、では音楽に合わせて一緒に踊っていきましょう。今回はアクアバというダンスムーブを一緒に踊りました。皆さんどうでしたか？楽しかったですか？シスタゴールドのチャンネルではアフロダンスの解説やアフリカに関する情報をたくさん発信していく予定ですので、ぜひチャンネル登録の方といいねのボタンをお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。